こんにちは、ぴょきしろうです。今回は大阪の梅田の商業施設ヘップ5の屋上から男子高校生が飛び降り自殺を図り、その下で歩いていた古川佳子さん、19歳の大学生にぶつかって、2人とも亡くなったということについてお話ししていきたいかなと思います。思うこと。本当はこの事故、当日あたり動画出したかったんですけど、その期間動画出せる状況ではなかったので出せなく、すごくいろいろ考えさせられる時間になってしまいました。なんだろうね、死ななくてもいい命が2つ、悪い意味で交わってしまって、二人とも死んだっていう。それが寿命って言ったら寿命なのかもしれないけど、もしっていうのがついちゃうよね。もし、あの時、あそこで歩いていなければとか、もし、飛び降り自殺した男の子ともうちょっと話をしていればとか、すごく、いろんな、状況が重なってしまった。その結果起きてしまった。本当に、亡くなられた家族とか友達とかの、気持ちを思うと、あれだよね、取り残されている感じ。生きてるよね、みたいな。そんな感じですよね。ちょっと、動機というか、そういったところまだ出てきてないので、また改めて情報が入り次第出したいとは思ってるんですけど、二人とも、私より下の年齢の世代なので、やっぱり下の世代の人間がこういう形で亡くなるのは、とても寂しい気持ちでいっぱいになります。ということで、今回は大阪の梅田の商業施設ヘップ5からの屋上から飛び降り自殺した高校生、男子高校生にぶつかった、下を歩いていた古川佳子さんも亡くなったことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。